2011年ロシア反政府運動は2011年12月4日にロシア連邦で行われた会員選挙に不正があったとされる疑惑が発端となり発生した。1991年のソビエト連邦の崩壊後ロシアにおける最大級の反政府デモとなった。2012年9月時点でも単発的に反政府デモは発生しているが実施頻度は 数ヶ月に一度程度まで低下している。2011年12月4日に投開票が行われたロシア会員選挙には、欧州安全保障協力機構より監視員が派遣された。12月5日、OSCE は選挙において与党統一ロシアへの投票を促すため、行政機関が選挙戦に介入したと思われること、一部の野党について登録が認められなかったこと、 開票作業で票の水増しがあったこと、また政権に批判的な報道機関がサイバー攻撃を受けるなど大規模な選挙不正があったと発表した。このほかインターネット上では統一ロシアに雇われた人物がいくつかの投票所を周り何度も投票を行うといった不正行為を告発する映像が YouTube などで公開された。こうした疑惑に対して ドミートリー・メドベージェフ大統領は選挙は公平かつ正当に民主的に実施されたと主張し、また、ロシア国営放送系のメディアは選挙における警備な違反がいくつかあったことを報道したものの投票過程における大きな違反はなかったと報道した。しかし野党側は反発を強め、ロシア連邦共産党のケンナジー・ジュガーノフ委員長は1991年の ソビエト連邦の崩壊以来最も不正に満ちた選挙だと表現した。また、ロシア国外でも、アメリカのヒラリー・クリントン国務長官、マーク・トナー国務省副報道官、ジェイ・カーニー大統領報道官などが懸念を示し、ロシアに対して徹底的な調査を要求するに至った。こうして12月5日以降、野党勢力により、反政府デモが呼びかけられることとなった。 会員選挙における不正への抗議が発端であり、選挙結果の見直しや不正疑惑の解明が要求されたほか、デモでは、プーチンメドベージェフ政権の退陣も叫ばれた。そもそも会員選挙で、与党統一ロシアは過半数こそ維持したものの、議席数を大幅に減らすなど、プーチンによる長期強権統治に反発する下地が国民の間に存在していた。このほか、 ウラジーミル中ロフ中央選挙、管理委員会委員長の解任、政治犯の釈放なども要求された。プーチン自身は12月27日、国営テレビにおいて、デモには明確な目標がないと批判している。12月10日、モスクワにおける、デモ12月24日、モスクワサハロフ通りにおける、デモ野党勢力は12月5日夜に、モスクワ市内で、 ボリス・ネムツオフ元第一副首相らが反政府集会を呼びかけ、市民など数千人が参加。プーチンの退陣を要求し、約300人が拘束された。また、プーチンの出身地であるサンクトペテルブルクでも許可を得ない集会が行われ、約200人が拘束された。こうしたデモは、アラブの春におけるデモと同様、ツイッターやフェイスブックを通じて呼びかけられていった。 警察当局は5万人規模の警官を投入して、デモの鎮静化を図り、ネムツオフは一時的に拘束され、公務員の腐敗を告発する活動を行っている、ブロガーのアレクセイ・ナールニーや著名活動家のイリア・ヤシンは15日間拘留されることとなった。3日間で逮捕者は1600人に及んだ。この抗議集会は、ロシア全土に波及し、12月10日には、ネムツオフらが率いる、 野党、国民自由党が計画した反政府デモが、モスクワなどで開かれ、主催者発表で5万人、警察発表で約2万5000人が参加、過去20年間でも最大級の規模となった。モスクワ以外でも10を超える都市で、でもまたデモ参加者はロシアだけではなく、12月9日には、ウクライナの女性権利団体である、フェマンが抗議活動に参加したほか、 12月10日には、東京のロシア大使館前でも在日ロシア人、約30人が抗議の声を上げた。そして今後は、ロシア国内だけでなく、ロンドン、パリ、プラハといった、欧州各都市でもデモが予定されたほか、12月24日にも、再び大規模デモを行うことが予告された。12月24日に再び、ロシア全土で大規模なデモが発生。 モスクワのサハルフ通りには内務省発表で2万9千人、主催者発表で12万人もの市民が集まり、12月10日のデモを上回る規模となった。これまでの選挙不正追求から、プーチンに対する批判へと目的がシフトしたとされる。また、デモの雰囲気はお祭りのような側面もあったと報じられている。十二月十一日には、モスクワで反政府デモが行われ、 約200人が参加、約70人が逮捕された。2012年2月4日には3度目となる大規模デモが国民自由党の主催。大統領選挙まで1ヶ月となる日の開催であったが、選挙出馬を予定しているロシア共産党のゲンラジー、ジュガーノフ中央執行委員長などは参加しなかった。またこの日はプーチン支持派もモスクワにて集会を行った。 2012年大統領選挙の投票日を一週間後に控えた2012年2月26日、モスクワで数万人が参加し、人間の鎖によってクレムリンを取り囲むというデモが発生。公平な大統領選挙を要求することが目的で、スローガンやプラカードは用いられず、無言でのデモとなった。2012年3月5日、 プーシキン広場でのデモ2012年3月4日に大統領選挙は行われ、事前の予想通りプーチンの圧勝となった。しかし、下院議員選挙と同様に監視を行った欧州、安全保障協力機構や野党勢力は選挙に不正があったと主張。これを受けて3月5日に、モスクワのプーシキン広場やサンクトペテルブルクなどで合計1万7000人が参加する大規模デモが、 発生し、大統領選挙のやり直しなどを求めた。このデモによりナワルニーなど550人以上が警察当局に拘束された。また、このデモには無所属ながら5人中3位に入ったミハイル・プロホロフも参加している。同時に、クレムリンではプーチン氏自派による1万人規模の集会が行われた。三月十日にはモスクワなどで再びデモが発生し、主催者発表で 約2万5000人、警察発表で約1万人が参加。少なくとも85人が身柄を治安当局に拘束された一方、当初より参加人数は減少しており、デモは下火になりつつあるとも報道された。事実上政府の影響下にあるテレビ局 NTV は大統領選挙前に反政府運動は欧米諸国からの援助を受けているとした報道を行い、 3月15日夜には、デモ参加者が現金を受け取っている映像を使い、彼らは金で雇われているとした番組を放送するなど、否定的な報道を行ってきた。このため、3月18日に実施されたデモでは、変更報道への抗議が訴えられた。デモ呼びかけ人のボリス・ネムツオフなど100人の身柄が一時、拘束されたが、約1000人の参加にとどまり、 一連の反政府運動の収束傾向が鮮明となった。プーチンの大統領就任式が行われる前日の5月6日には、モスクワで100万人の行進と呼称された大規模デモが行われ、8000から2万人が参加した。しかし、デモ隊は当局があらかじめ許可していたコースを外れ、機動隊がクレムリンへ続く。 主な橋を取り締まるなどしたため警官隊との衝突が発生し、一部が暴徒化。治安閣乱要因であるとして、約450人が身柄を拘束され、ボリス・ネムツオフ、セルゲイ・ウタルツオフ、アレクセイ・ナワルニーラを含む250人以上が逮捕された。このため集会は中断を余儀なくされた。当局発表ではこのデモにより、 警官隊20人とデモ参加者17人が負傷した。他、プーチン支持のデモも同日に行われている。大統領就任式当日の5月7日にも再びデモが発生し、警察に無許可で行われたとして、ボリスネムツオフラ約120人が身柄を拘束されている。6月12日、プーチンの復帰以来、最大規模のデモが起きた。9月15日には、 約3ヶ月ぶりの大規模な反政府デモがモスクワなどで発生している。2013年1月13日、米国人用紙禁止法に対して、モスクワで反政権デモが行われた。メディアを再生する2011年12月15日、テレビ会見番組に生出演する、プーチン12月8日にプーチンは一連の抗議デモがアメリカが消しかけたものだと批判。 野党勢力とアメリカが結びついていると主張した。12月11日にメドベージェフ大統領が Facebook で声明し、デモの趣旨には賛同はしないものの、投票所における全ての不正疑惑の調査を指示したことを明らかにした。しかし、この声明は公正な選挙を要求する市民の怒りを買い、賛否に乱れたコメントが24時間で約1万3000件もつけられた。 12月15日にはプーチンが恒例のテレビ会見番組に生出演し、どこの国でも反政権側は選挙の不正を主張すると述べつつ、でもそのものは合法的に行われれば問題はないとの認識を示し、2012年3月の大統領選挙では全ての投票所に監視カメラを合計9万台以上つけ、公正さの確保を図る考えを明らかにした。 実際の投票の際には、ロシア全土で10万台以上のウェブカメラ機能付きパソコンが導入され、インターネットで中継された。反政府運動のシンボルとして、公正さを示す白いカーネーションやリボンが用いられた。また、スローガンとしては、プーチンなキロシアを、などが用いられた。ありがとうございます。